いやー、ほんの1週間の間に2メーターほど水位が上がって満水になりましたよ。私がいつも早釣りをする場所は、今日は小釣りの人たちで満員です。春も近づいてきましたので、皆さん恋がしたいと、そういうことなのでしょうか。もうこうなりますと水深はどこもかしこも2メーターから3メーター強はありますのでね、どこの岸辺からも竿を出せるようになります。ほらね、ここ去年はね、ランカークラスを含めて大きなバスが結構釣れた場所ですけど、ここも釣りができるようになりました。この先はね、バサーに人気のスポットです。ここね、ほらもう本流とつながりましたから釣りができますよ。それでは私はこの辺りのどっかね、こう釣りやすそうな岸辺で竿を出してみましょう。釣れました釣れました釣れた釣れた、よっしゃ、よしよし、よっしゃ、上がってきた、早だ、よっしゃ、両型の早です。はい、釣り始めて30分、両型の早が釣れました。なんかね、浮きの近くを小魚が跳ねてます。なんか結構小魚動いてんだね。当たりが出てる、当たりが出てる。おーし、釣れた釣れた釣れました。何が釣れたんだろう。あまり大きくない。一応ハヤだけど小さいハヤですね。はい、このようにね、ブドウムシで釣れたのは結構小さめのハヤです。よーし、またなんかね、小さいのが釣れましたよ。小さい、ほら。今度はね、及川ですね。及川が釣れました。日も暮れて月も出てきたというのに、相変わらず小魚のちょぼちょぼあたりです。参っちゃうなあ。釣れました釣れました。よし、なんでしょう、あんまり大きくないよ。またこれほらね、微妙なサイズの、なんだかね、今日はこういう日なんですかね。はい、欲深い釣り人の
煩悩を洗い流すような鐘の音が響いておりますが、現在18時、そろそろ納棺にしようかな。とかなんとか言っておきながら、欲深い釣り人は電球機に変えてまだ釣りを続けるのでありました。お、来ましたね、ニャゴラ君。それじゃあね、今日もね、お約束のこの猫缶あげますよ。ここね、ほら、こっちこっち。今日はここだ。ここにあげよう。このとこにね、出してあげよう。あ、ここ、ここ。ほら。あ、お決まりのカーを言ったな。君、カーって言った？ほら。カーって言ったね。ここだよ。そこそこ。そっちから回ってこいよ。そっちからよ。ん？分かった。じゃあそこじゃなくて、じゃあね、これね、今日ほら、ここに出してあげるから、ほら、はい、はい、食ってください。ニャゴラ君は晩ご飯を、そして欲深い釣り人はこのように電球機で釣りを続行しているのでありました。よし、なんか釣れた、なんか釣れたけどね、やっぱ小せえよこれ。なんだ、上がってきたのは、ほら、小さい。うわ、やっぱり小さい、早かって感じだなこれ。小さい早だよ。なんだよね、もう嫌になっちゃうね。よく書いて夜遅くまで釣ってもやっぱり釣れるのはちび早でした。はい、19時30分、納棺です。ご覧ください、水面に映る月は私から抜け落ちた煩悩です。というのは真っ赤な嘘でね、納棺の理由は餌がなくなったからなのでありました。ダハー。はい、結局今回持ち帰ったのはこの30センチのハヤ1匹のみでした。カレー作りのオーソリティを標榜する検探隊としましては、今回はこのハヤをカレーにしてやろうと思います。そうと決まったら三枚におろしてあばら骨を取るのですが、この辺のやり方は詳しい動画を別途アップしておりますので、ぜひともそちらをご覧ください。はい、三枚におろしてあばら骨を取り去るところまでできました。今回はこのように皮はつけたままで調理します。それではこれを適当な大きさにぶつ切りにします。まあこんなとこでしょうか。そうしましたら、これを何もつけずに油で揚げます。いわゆる素揚げにします。それでね、なぜ油で揚げるのかと言いますと、これは身の煮崩れを防止するためです。はい、180度の油で3分間揚げました。それでですね、魚のカレーを作るときには、魚以外の具はあまり入れない方がいいと思います。今回入れる具はですね、これ、トマト、そして、バナナ。バナナって感じだけど入れちゃうんですよ、バナナね。それでバナナは皮を剥いてから適当な大きさに切って、これを油で揚げておきます。はい、180度の油で5分間揚げたらこんなになりました。それでバナナはなんで油で揚げんのっていうと、なんとなく。トマトは熱湯につけて皮を剥いておきます。いわゆる湯剥きをします。今回トマトの量は2分の1でいいと思います。トマトは適当に細かく切っておきます。はい、3種類の具が用意できましたので鍋に入れます。そうしましたら、ここにカレールーとその他のスパイス類を入れていきます。3種類のカレールーを入れるのが検探隊流です。クミンシードを入れます。ガラムマサラを入れます。シナモンパウダーを入れます。粗挽きの黒胡椒を入れます。和風だしの素を入れます。
缶コーヒーを少々入れます。そして最後に適当な量の水を加えます。そうしましたらですね、これを軽く揺すってよくかき混ぜます。よく混ざりましたら、これを弱火にかけて沸騰が始まるまで煮ます。はい、このようにね、沸騰が始まりましたね。そしたらですね、すぐにここに蓋をして、そして火を止めてしまうんです。これであとは余熱で調理します。こうすると燃料がものすごく少なくて済みます。これはテント泊登山での調理に役立つ方法ですよ。今回は今が夜ですので、明日の朝までこのまま置いておいて、明日温め直して食べることにしましょう。お、できてる。っていうか、ただの冷めたカレーだ。でもね、これなかなかね、味が染み込んでて美味しいんじゃないかと思います。ではね、早速温め直して食べてみましょう。今回はせっかくですからサフランライスを作ってみようと思います。これ自家製のサフランなんですけどね。これが花1個分のサフランのめしべです。このように、お米を炊くときに使う水より若干少なめのぬるま湯に1時間ほどつけて色を出してから使うといいと思います。今回は2人分のご飯、米1合を炊きますので、使うサフランの量は花3個分です。はい、そうしましたら、あらかじめ研いで水からあげておいたこの1合のお米、ここにですね、先ほどのこのサフランをザバッと入れてしまいます。バターを1かけら、黒胡椒を少々。これで正規の量まで水加減してから普通に炊飯します。はい、できました。結構うまそうじゃないこれね。それでは早速食ってみましょう。これね、ほら、ハヤがこう煮崩れてないかな。割とね、ハヤ煮崩れてないですよ。じゃあここのとこね、ちょっとこういきます。じゃあいきます。うん、これはね、まだうまい。じゃあね、次ね、これはね、ほら、これバナナかな。バナナだよ、バナナ。じゃあバナナをいきます。うん、非常に美味しい。こりゃ美味しいっすよ。今日はね、このカレーね、実は私のお昼ご飯なんですよ。それでね、お昼ご飯食ったらまた釣りに行っちゃうよー。